全国のの皆さん、こんばんこばは、元ヤクザの G です。本日のお話はアニキシリーズ第41話一進会シリーズ南の事務所がねじろ献身会のトラ VS ウサギフグ体点について語らせていただきますまずはじめに前回までのあらすじ 安本の兄貴よ、どうも〇〇と頭が、裏で手をつないでるような気がしまんのや、もし手をつないどったら、兄貴は蚊帳の外に掘り出されますせ、こうなる前に、何度手を打たなあかん。松岡よ、わしもお前と同じ考えや、またお前が言うように、頭と〇〇が手をつないどったとしたら、いずれ〇〇は、次の頭や、こうなればわしとお前は冷や飯を食わされ、縦列から外される可能性も、泣きにしもあらずや、そして組織の実権を握った〇〇〇は、 己の息のかかったもので周りを固めよる。ということは、あの G が執行部の座布団に座る可能性もあるということでんな、これはあかん、一日でもはよどないかせんと、取り返しのつかんことになりますせ。今すぐにでも、石田に、体をかけてもらわなあかんの、おい石田よ、まるの玉を取った後に、我は、自決戦下へ。本部長、自決でっか、それはちょっと、わしも困ります。安本の兄貴、どうか石田の自決だけは、 勘弁したっとくなはれ。ほならこの窮地を、どない乗り越えるんじゃ。兄貴よ、過去にうちとこの組織から処分されたもので、なおかつ丸々とじに恨みを待っている者が、いてるはずです。こいつらをつこたらどうでっか。よし松岡よ、今すぐそいつらとアポを取れ、できるだけ口の固いやつにしとかなあかんど、わかったの。ここまでが、前回までのあらすじである。 やすおよ、今日はわしが、朝からコテコテのチャーハンを作ったるわ。おやじ、寝起きからコテコテのチャーハンは、ちょっと厳しいっす。わしは、どちらかといえばパンとコーヒーがええかな。お前は、何を言うとんじゃ、朝からサラダ油を体内に入れやんとあかんのや。とりあえず重くそチャーハンを食え。もしもし、おはようさん。誰かと思えば、 やくら界の遠藤ちゃんやないけ、元気にしとんのか。ところで、こんな朝からどないしたんや。実はな、あれこれが大変で、どうにもならんのや、兄弟悪いが二十万、いや十万でも、ええ、貸してくれんか。うん、ええー、よ。そうなんか、ほならこれから取りに行くわ。兄弟を、マンションではなく銭湯まで来てくれ、今から小分と朝風呂に行くんや。小分,小,分や小分って、誰の子分や。誰の子分って、 わしの分やがなまあ兄弟とは積もる話もあるんやほなら安井町の銭湯で待ってるで兄弟よこいつがわしの子分の安尾やおい安尾よ兄弟に挨拶しとけはじめまして安尾というもんです今後ともよろしくお願いしますそうかお前が安尾かわしはヤクラ会の遠藤やよろしゅうにな兄弟実はなちょっと前に南の宗右衛門町に 事務所を構えたんや。兄弟、それはおめでとうさん、またなんで、神戸と千代手南や。まあいろいろと事情があっての、ああそういえば、なんか花熊の本部から通達が出たらしいな、一体どんな通達や、兄弟よ、あんた知ってるか。なんや噂によれば、山県の枝の若い衆が、吉川組の枝の者と手を組み、蒲山の親分を襲撃しに行ったとかなんとか聞いたけどな。なんやと、いつの間にやら話が、めちゃくちゃ大きなっとるやないけ。兄弟よ、 今なんか言うたか。いやいや、ちょっとびっくりしただけや。遠藤の兄弟よ、それにしても、その山県の枝の若い衆は、けしからんやつやの。せやがな、こんな裏切り者の腐れ下道は、わしが捕まえていたい目に合わしたらな、あかんのじゃ。ところで遠藤ちゃんよ、今日は暇か。なんやったら、今から南にでも行かんか。兄弟の事務所か、よっしゃ、行こやないけ。 おーい。誰かと思えば、大平組の、原っぱの原に、仁義の仁と書く、原人さんではないか。原さん、久しぶりでんなあれまあ、遠藤さんもおったんか、それはそうと、皆さん揃って今からどっかに行きまんのか。そうですわ、あれこれがこれこれで、最近わし、南に事務所を構えましたんや、そこでこれから、遠藤の兄弟と南の事務所に行くとこですわ、ちなみにこいつは、わしの子分の安尾という男です。原さん、 はじめまして、わしは安尾というもんです。よろしくお願いします。なんやったら、原さんも一緒に行きまっか。そうですか、ほなら、わしも一緒に行かしてもらいますわ。 じいさんよ、これまたえヤクザの事務所を構えたの原さんよここはヤクザの事務所ではない会社の事務所ですわ兄弟よこんな大門入りの提灯が堂々とぶら下げられてる会社の事務所がどこにあるんやこれはどっから見てもヤクザの事務所やないかそれは相当今日あんたらをここに呼んだんはそれなりの理由があってのその理由とは何や実はな事務所のオープン祝いとして周り兄弟の村川いやいや村川のおじきから 全自動のジャンタクをプレゼントしてもろたんやそこでやみんなでマージャンをしようかなと思ての集まってもろたんやそうかほなら今からやるか言うとくがなわしはマージャンはめっぽう強いど最近はマージャンをする暇もないぐらいに忙しかった今日は思う存分楽しましてもらいますせつもです役は何や国示無双ですよ そうか、国志無双かなんやと安うよ嘘を言うたらあかんがな,な遠藤さんほんマですってほら見てくださいよイノマタよ、やっと小物が釣れた虎の兄貴よ、かれこれ1時間以上この危ない崖の上から釣りをして釣れた魚は1匹これは割に合わんど まあそういうな、次こそはタイを釣り上げたる。兄貴よ、それはそうと、いつまでもあのボロアパートで、爺の帰りを待っていても時間の無駄ですせ。ここは、〇〇会の事務所に直接電話を入れて、うさぎの狩りを始めた方が早いんとちゃいまっか。それもせやの。もしもし、〇〇会ですけど、お宅どちらさんでっか。わしは、検診会の虎岡注文でっけど、爺さんと連絡を取ってもらえまへんか。 検診会の虎岡さんでっか、ちょっとまっとくなはれ。もしもし、松岡や、久しぶりやの、ところで検診会の虎岡さんが、うちとこのじいに何の用でっか。誰かと思えば、松岡さんやないけ。わしはあんたに用はない、G といううさぎに用事がおまんのや。そうでっか、ほなら G に伝えときますわ、それでは、ごめんやす。 やすおよ、今日はお前ついとんの、役満の次はダブル役満か、わしは連続で、しかも役満を出したやつは、いまだかつて二人しかお目にかかったことがない。もしもし、じいか、我れ検診会の虎岡ともめとんのか、さっき虎岡から事務所に電話が入ったと。ご苦労さんです。そうですか、わかりました。われこら、そうですかとはなんや、今日の夜、時間を作れ。松岡の先輩、わかりました。 それでは、何時頃にどこまで行ったらええですかせやの、ほなら二十二時ぐらいに、三宮の、にゃんにゃんというラウンジに来い、必ず一人で来いよ、分かったの。もしもし、兄弟か。滝岡の兄弟、久しぶりやの何度あったんか。いや実は、今本部当番で関西に入っとんのや、兄弟よ、もしよかったら茶でもどうや。よし分かった、今どこにおるにゃ。 今は梅田におるんやが、一時間後ぐらいに、梅田駅の近所にある、ワークという喫茶店で待ち合わせでどうでっか。ほなら、ワークに行きますわ。ごめんやっしゃ。 兄弟よ岐阜はどうや、変わりないか。これといって変わりはないが、やはり五代目田三郎一家の後藤総長は、相変わらず行動会とようもめとるわ。ところで兄弟よ、今回はいつまで関西におるにゃ。おそらくあと三四日は、おると思うわ、それは相当兄弟よ、来月岩国に行くんやが、よかったら兄弟も一緒にどうや。また何で岩国に行くんや。実はな、あれこれがこれこれで、五代一家の兄弟分が、 長い町駅からシャバに帰ってきよったんや、要は方面祝いや。そうか、ほならその合台一家の門と、わしは周り兄弟やの、そういうことならわしも同席させてもらう。兄弟悪いな、来月の中頃に岩国に行く。よしわかった。ああ、それと、じは元気にしとんのか。まあ元気にわしとるが、あいつはいろいろと問題を抱えとる。何の問題や。これこれがあれこれで、献身会の件や、なんばやす。 そして山創業の件や、またあいつはわしが知らんとおもとるみたいやが、ちょっと前に吉川組の林という男と一緒に、かばやまの和解収をしばき上げとるんや、この件で、かばやまのおっさんは激怒りや、兄弟よ、あいつはこの件で、指をちぎることは確定しとんのや。兄弟よ、またじいの指の数が減るんか、いずれじいのおてては、だるまさんやの。おいわれ、率直に聞くが。 何の理由で献身会の虎岡ともめとんじゃ村川のおじきの銭の回収の件です。じいよ、ことの成り行きを説明せんかい。あれこれがこんな理由で、ボビーという車屋のケツ持ちが、献身会の虎岡です。そうか、ほならうちとこの射程さんが、困っとるということやな、この件は見過ごすわけにはいかんの、おい今から虎岡に電話を入れて、どっかで待ち合わせせいや。松岡の先輩、わかりました。 もしもし、虎岡さんでっか、〇〇会の G ですけど、ボビーの件で、今からお会いしたいんやが、どうでっしゃろか。やっと連絡が取れたの、ほなら今から、この前会うた南港の第二駐車場まで、出て来いや。松岡の先輩、今から南港の第二駐車場まで来いと、虎岡が言うてますわ。ほなら南港まで行こうか、いやちょっと待てよ、どうせ虎岡のことや、あのガキは茶化を持ってきよるな。 もしもし、石高、今から幹線沿いまで、茶化を持って来い、ほなら切るど。 かしらよ、先日の寄り合いの時はありがとうございました。これ少ないでっけど収めておくんなはれ。ところで本部長の件でっけど、今のところはめる策はおまへん。要はガードが固いため、懐に入る隙がおまへんのや。それに横にはピタリと松岡がついて、睨みを聞かしとります。そこでや、本部長と松岡の間に、亀裂を入れる方法はないかなと考えてまんのや。しかしながら、これに関しても今のところこれといった策はおまへん。かしら、すんまへんけどもうしばらく時間をおくんなはれ。そうかわかった。 それはそうと〇〇よ。お前に一つ聞きたいことがある。かしらなんでっか。担当直入に聞かせてもらうが、お前は、次の頭の座布団を寝ろとんのか。はっきり言わしてもろたら、あんたが言うように、わしは次の頭の座布団を寝ろとる。やはりそうか。だがお前には悪いが、わしは頭の座布団をお前に譲る気はない。ちなみにわしが次の代、いわゆる二代目〇〇会の代を取った暁には、お前をらに推薦したる。 かしら、また意味ありげなことを言いまんな。あんたもしかして遠回しに、山本の親父までをもはめろとわしに言うとりまんのか。いつわしがお前にそんなことを言うた。わしはただ、邪魔者は消えてくれたらええなと思てるだけやがな。だがまるまるよ。わしは次の二代目の座布団を寝ろとる。お前は次の頭の座布団を寝ろとる。よう考えたら、お互い目指す場所は、よう似たもんやないけ。そこでや、わしとお前が手を組んだらどないなんねん。かしらよ。 そこまで腹を割った話をした以上、あんたの思いを聞かしておくんなはれ。どんでん返し、いや、下国上でもしたろかな、と思とりまんのや。すおちゃんよ、一体爺の兄弟は、どこまで行ったんや。じいさんが帰ってこんと、わしらは境に帰れませんがな、それにわしは、お母ちゃんには、そこの銭湯に行ってくるわと言うただけや、あんまりよそなったらお母ちゃんは、わしがどことの役クザ門にさらわれたと思いよるがな。 それに見得なはれこのわしの格好。わしはおけにシャンプーと、リンスを入れて南に来てまんのや。こんな格好悪い姿を誰かに見られてに。遠藤さん、原さん、申し訳ないです。おそらく G の親分は、朝までには帰ってくると思います。なんやと、朝までここで待機するんか。原さんよ、G の兄弟が帰ってくるまで、待っとかなしゃないな。それはそうと、今日はおもろいテレビもやってないわ。遠藤さん、よかったら、G の親分のコレクションの録画のビデオでも見ますか。 ヤスオちゃんよ、エロビデか、それとも、あなたの知らない世界とちゃうやろな。いや実は、親分は、あなたの知らない世界以外にも、水曜スペシャルが大好きで、いつも録画をしてるんですよ。ヤスオちゃん、水曜スペシャルといえば、あの川口博士、探検隊シリーズか、実はわしも博士の大ファンや、よし今からそれを見ようじゃないか、ちなみにどんなシリーズがあるんや。そうですね、地底探検隊洞窟編と、あとは、幻の原子エンジン、バーゴン王へ、があります。 よっしゃ、そのバーゴンのビデオテープを入れてくれ。原さんよ、わしはどっちか言うたら、指定探検隊洞窟編の方を見て。遠藤さんよ、悪いが、まずはバーゴンからや、その次に洞窟編や、ほなら悪いが、安尾ちゃん、ビデオテープを入れてくれ。原さん、わかりました。少々お待ちください。松岡の先輩、もう10分以上経ちまっけど。 虎岡は一向に出てきまへんな。もうそろそろこっちから先に、外に出まっか。いや、あかん。先に外に出たら危ない。何回も言うようにあいつは茶化を持っとる。じいよ、虎岡が先に出てくるまで、待っとけ、わかったな。虎岡の兄貴よ、今回はじいのガキ、なかなか外に出てきまへんな。こうなったら、わしらから先に外に出まっか。猪のよ、それはあかんわしの直感では、おそらくあの前の車の中には、松岡も乗っとる。もし松岡が乗っとったら、 あのガキは必ず茶化を持ってきとるはずや、先に外に出たら危ない、ここは松岡の姿を確認してから、外に出るど、わかったか。松岡の先輩、もう1時間が過ぎましたが、虎岡のガキは、まだ外に出てきまへんで、もうそろそろ。G よ、まだ外に出たらあかん。これはひょっとしたら、持久戦になりそうやの。虎岡の兄貴よ、あれからもう1時間経ちましたが、 G のガキはまだ出てきまへんで、もうこっちから先に出た方がええんとちゃいまんの。いのまよ、まだあかんど、これはひょっとしたら、持久戦になりそうやの。 よければチャンネル登録並びに、グッドボタンの方もよろしゅうにお願いします。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございます。